お待たせいたしました。まずはじめに公益社団法人日本将棋連盟会長羽生善治様よりご挨拶を賜りたいと存じます。羽生様、よろしくお願いいたします。難しいところ、新開催将棋会館整備事業の地震祭にご出席をいただき、誠にありがとうございました。この素晴らしい場所にご縁をいただきました高槻市様、プロジェクトマネジメントをお受けいただきました株式会社地域計画建築研究所様、設計管理施工をお受けいただきました大成建設株式会社様の皆様に厚く御礼を申し上げます。関係各位のご尽力により無事に地震祭を執り行うことができました。新関西将棋会館は関西地域のみならず西日本全体を統括する将棋連盟の大きく重要な拠点となります。約1000年の歴史を誇る将棋にとって同じく縄文時代から現代に至るまでのたくさんの遺跡が存在する高槻市に移転が決まりましたことは大変な名誉であり大きな誇りでもあります。一刻でも早く地元の皆様と深い交流が持てるように努力を続けてまいります。これから工事が始まりますが何よりも安全第一で無事に学生の日を迎えられますことを願っています。本日は誠にありがとうございました。本日はお忙しい中の出席をいただきまして誠に、ありがとうございました。報道関係のお客様も、ご多忙の中、この暑さの中、大勢の、方に、取材でお越しいただきました。熱く御礼を、申し上げます。無事に新会館、関西将棋会館、整備事業の地震祭を無事に執り行うことができました。早い段階から誘致をいただきました高槻市様、そして大成建設様をはじめご尽力いただきました皆さん方に熱く御礼を申し上げます。天候のこともありますけれども順調にいけば、工期は、約13ヶ月間というふうに、大成建設様から、お伺いを、しております。進行は、来年の10月ということに、なりますでしょうか。その後に、私どもも、引っ越しも、準備でありますとか、対局の影響が、出ない中での移転を考えております。将棋連盟創立、100周年を迎えます、来年中に、こちらへ移転できればというふうに、考えております。この、高槻の地で、また、幾多の、名勝負が、繰り広げられますようにまた、将棋道場や、イベントスペースなども、ありますので、将棋ファンの方に気軽に、お越しいただけるような、場所に、したいというふうに、私たちも、これから一層努力をしていきたいというふうに、思っております。これから約1年間、安全に、そして、安心に、周囲の皆様方にも、ご配慮をしながら、無事に感染の、時が、迎えられますことを、心より、願っております。関係各位の皆様方に改めまして、厚く御礼を申し上げまして、ご挨拶させていただきます。ありがとうございました。井川様、ありがとうございました。続きまして現役棋士を代表し竜王名人藤井聡太様よりご挨拶を賜りたいと存じます。藤井様、よろしくお願いいたします。将棋会館建設の地震祭にご参列いただきましてありがとうございます。
済もつつがなく終了しまして、まあ、これからいよいよ工事が始まっていくということで非常に楽しみにしております。まあ、この新会館の建設に当たりましては高槻様が多大なご協力をいただきました。ありがとうございます。また設計と施工をご担当いただきます大成建設様、またプロジェクトマネジメントをご担当いただいておりますアルパック様をはじめ関係各位の皆様に厚くお礼申し上げます。コースの安全と新しく別の会館がご将棋ファンの皆様にこの長きにわたってご愛される場所になることを願っております。また私自身も新会館で対局できる日をとても楽しみにしております。本日は本当にありがとうございました。藤井様ありがとうございました。以上をもちまして新関西将棋会館整備事業地鎮祭をお納めいたします。